まあね、だらしがないのが嫌いなんですよ。こう襟とかこう社会人なんだからこうピシッとこう。はい。そういうとこが世話焼いちゃうからダメなんです。お母さんから見るとだらしなく映るんですね。映りますよ。多分子供はずっとやっぱ心配なんじゃないですか。私の母は87なんですけど、うん、世話焼いてきますよね。今でも世話焼きますよ。今でも焼きますよ。行けば近いから割とよく会うんですけど、うん、私も母に世話焼いちゃうけど母もすごい世話焼く。あ、やっぱ子供はいつまでも子供なんで、多分やっぱ可愛いですよね。可愛いっていうかやっぱ心配なんじゃないですか。なるほど。心配よ。お母さんのお母さん、要はおばあちゃんはお母さんと会った時にどんな風な世話を焼くんですか。大したことじゃないんだけど、別になんかまあ行けば帰りにこれ持ってきなさいとか あれ持ってきなさいとか。昨日も行ったんだけど野菜とか自分が食べるのに買ったのに、この辺スーパーで近くで買えばいいんだけど、白菜丸ごとだったり人参とか肉とかなんかすごいいっぱい、なんかこれ持ってきなさいあれ持ってきなさいとか、食べるでしょ貧乏なんでしょみたいな感じであ、じゃあすいませんとかつってもらってきちゃいますね、いつも。いいですね。まあありがたいですよ、本当ありがたい。うん、私は本当なんか兄弟にも親にも、ね、生まれてるって言ったら変な言い方だけど仲いいし、うん、この子たちがちっちゃい時は妹なんかもよく遊んで面倒見てくれたりとか、私も旅行行ったり友達と旅行行く時本当泊まりで面倒見てくれたりとか結構、うん、ありがたいです本当。いい家族に恵まれたって言ったら変なんだけど、まあ近いしみんな住んでるとこが近いからよく集まっていろいろ話したりとか。うるさいけど楽しいよね。どうだかね。そう。うるさいから嫌だとか。年に何回ぐらい集まるんですか。いやしょっちゅう会ってますよ。しょっちゅう、うん、しょっちゅう割と。私も母とは月1ぐらいで会うし、妹とかも結構2ヶ月に一遍は絶対会うし、多分、うん、お母さんが行くこともある、それとも向こうが来ることもあるんですか。いや、いろいろ、うん、どうですか、お母さん。今日はお母さんと小山くんのインタビューなんですけど、まあ、お二人の関係についてなんですけど、今なんかお話聞いたらお母さんとお母さんのおばあちゃんや妹さんの要素、家族の感じもなんかすごくいいなって。やっぱりそういうのって今の小山家にもすごく影響を与えてます。どうですか。私の実家はうるさいっていう印象が多いかもしれない。小山家は静かですよ。静かな時は本当にシーンとしています。主人が割と物静かな感じで、妹もわかんないね。妹も弾けるときは弾けるんだけど、割と主人の血を受け継いでるのか、割と物静かかもしれない。人見知りをするんですよ、妹と。あの、いや、障害があるって一番最初分かったときはどんなお気持ちでした。ショックっていうか、えとか言って、いやショックでしたよ。もうすっごい泣いて、もう涙が枯れるんじゃないかなと思うぐらい泣いて、もうよしとか思って、現実そっからなんか戦い始めたっていうか、そんな感じ。もう本当なんか一喜一憂しながら、毎日過ごしてたかもしれない。なんか本当ちっちゃいことでもできたとか、とかってすごい本当なんか普通の人がこうできることがなかなかできないで、すごい時間がかかったけど、本人も努力してるし、みんなでこう家族で頑張ってきて、だ
本当結構外に連れ出して、私車持ってるんだけどゴール運転しないんですよ。で本当ベビーカーに乗っけてガン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 結構あっちこっちいろいろ行って来ました。まあ、うーん、1年生の時の運動会の時がすごい、あこんな走あみんな普通 の, あの同級生と一緒に80メートルかな、1年生の時は運動会、最初の初めての運動会の時80メートル一番最後 の, あのグループだったんだけど、走り切ったっていうのがすごいなんか感動的で、なんか主人も泣いてましたもんなんかみんなと一緒にこうやり切った、走り切った、もう本当に最後にみんなヨタ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 しながら走ってきたけど、うん、最後なんかゴールのところでカメラ構えて瞬間撮ろうと思ったけど、なんかもう震えちゃって撮れなかったみたいな、多分、うん、頑張ってるんだなって、うん、思いましたね。いろいろ、いろいろこう何、見た目が悪いって言ったら変なんだけども、こう体ちっちゃいし、よそからえとかってこうえって思う、うん、すれ違いにね結構知らない人から思われて、いろんな大変なこととかも言われてるんだろうなって本人も気が付いてるし、でもまあ頑張ってる、その中でこううまく自分をコントロールしながら生きていくっていうか、うん、してるから、うん、頑張ってるなって、運動会も頑張って走って、うん、ずっと割といろいろ参加してるよね。そうね、うん、じゃあ私も結構あの行事あることにずっとついてって、全部ついてって、でプールも一緒に入って、あの教員が足りないから、あのお母さん一緒に入ってくれないとプール入れませんとか言って、とか思って、まあいいやとか思って一緒にプール何回か入って、低学年の時に入ってとか、行事は全部ついてったよね。もう遠足もついてた、社会科見学だ、修学旅行だ、泊まりとかも全部ついてって一緒に、でもああ懐かしいなとか私も思いながら、いろいろ一緒に参加できてよかったです。はい、人からの視線や人がこう思ってんだなっていう風なものに対してご自分としては、またその声かけとしてはどういう風な処理の仕方というか、こう整理のつけ方をしてきたんですか。でもこの子はここの地域で育てようとか思ったから、うん、もう本当は養護学校に入れてもらおうかなとか、いろいろすっごい本当に保育園卒業する卒園するときにもう相談しに行ったりとかいろいろしたけど、やっぱ最終的にはこの子は地域で生きていかなきゃいけないんだって、だから別に隠すことも何もないし、それでこの子こういう子がいるんだっていうことで地域の人に助けてもらったりとかできる、いろいろしてもらいたいんで、もう地域の小学校にあげようって、うん、地域でここで育ててみんなに知ってもらおうって思って、だから強くなったっていうか、うん、意外と私が知らなくても声かけてくれる地域のおばさんとかがいて、え誰とかっつって知らないみたいな声かけて、うん、今日はどこ行くのとか、うん、お母さんはとかって声かけてくれたりとか、うん、はい、地域で育てました。カマ君どう、その小さい時からさ、はい、今もそうだと思うけど、お母さんが言ったように人がこう見たり振り返ったり、まあいっそいっそ話すようなことはもうないだろうけども、そういうふうな経験をこうずっと自分で積み重ねてるわけじゃない、はい、そういうものに対して自分の中でどういうふうに処理してるの。まあでも気になるものは見たくなるじゃない、それは、まあ、大人になってからそう思うんですけど、小さい頃はやっぱり嫌ですよ、自分がそういう目で見られるのって、まあ、いい気もしないじゃないですか。で、まあ、大人になってみればそりゃ今だって自分だって気になるものは振り返るだろうし、で自分が子供の気持ちになったら、まあ、そういう、そうだろうなって気になるものは 見たくなるだろうから、別に何ら不思議なことじゃないかなと思います。
ただやっぱり目立ちたがりっていうのはずっと変わらないので、そんなにだんだんその嫌な気持ちっていうのはどんどんなくなってきます。結局どこかで目立ちたいっていうのはあるんだろう。で今となってはそういう姿を、そうなんだろう、そういう見てくる人に焼き付けたい、焼き付けさせる、やってやるぐらいの気持ちなので、そうですね、見たいなら見ろよぐらい。面白いね。で、まあ、どっかで僕が例えばどっかのメディアとかそういうので出てるのを見た時に、あれこの人の見たことあるってなるじゃないですか。そうね、いい意味でこう自分をこう売っていくって言ったら変なんだけども、だから上杉田に入ってこう自分を発揮するとこ考えたんですよ。中学上がる時に公立の中学に行くか、あの上杉田に入れてもらうかすごい悩んだけど、公立の中学やっぱちょっと遠かったんです。すごい歩いて3、40分ぐらいかかるんですよ。ちょっとそれは私毎日送迎っていうのはちょっと無理、仕事もしてるし無理だなと思って、で上杉田お願いして入れてもらって、でやっぱ上杉田ですごい自分を発揮しまくっちゃったっていうか、楽しかったみたいですよ、ほんと。生徒会もやったりとかいろいろ良かったと思います。上杉田っていろいろ自分やっぱり一生の友達ができる場所ってどこにあるかわからないじゃないですか。だから僕が普通の中学校行って、まあ、できるかもわからないし、上杉田に行ったからできたかもどうかもわからないですけど、結果としてそういう一生の友達っていうのはできているので、上杉田でよかったなと思います。それは明らかに普通の公立中学に行くよりも上杉田特別中学校に行ってよかったって要は確信してるってことですね。まあその普通の中学に行ってないからどうなったかわからないけども、でも上杉田でこう自分を発揮することは確実にできたよねって思いました。なんかつながりがすごいできたっていうか、自分を知ってもらえる人だから、なんだろう、その中学校に行ってたらその自分を発揮できたかどうかわからないんですよ、本当の自分って。でも上杉田で本当の自分を大体発揮できたので、その本当の自分を知ってくれてる人が友達になってくれたって感じです。どうなんですか、ちょっと逆の視点でご質問したいんですけど、割と、日本だと幼稚園入って小学校入ってできたらいい中学校行って、できたらいい高校行って、いい大学行ってっていう風なコースが最もまあ良しとされてるじゃないですか。そういう考えからすると、要は特別支援学校に行くっていうのはそのコースから外れるってことですよね。そこに対する葛藤だとかっていうのは全然なかったですか？いや、ありました。入った時にすごいあった、どうしようって。でもまあ楽しそうに、本人がすごい楽しそうに自分をこう発揮してる姿を見て、行きたくないってことは全くなかったもんね、学校にね。結果オーライじゃないけど、まあ最初は本当葛藤はあったけど、でも良かったと思います。この子には良かったのかなって。どっちかって言ったら似てるタイプかもしれないね。でもわからない、家で私が一番もうすごい動物園状態で喋ってるから、みんな引いちゃってるワイワイって感じなんですね。ワイワイ、要は私だけがワイワイみたいな、お互いにこうみんな理解し合ってるから、それが本音なんだか冗談なんだか、多分分かってくれてる空間なんだなって信じてます。そういうのを見て家族はどう思ってるんですか？だからそれは家族だけじゃなくて、その友達も同じじゃないですか。その冗談か本当かどうかっていうのは信頼してたら分かるわけじゃないですか。だから信頼のもとにある状態かなと。
小山くんさ、はい、撮影終わった後だとか一緒に出かけた後飯食いたりするじゃん。はい、ああいうのすごい好きじゃん。いいですね。でこう飲み会とかさ、はい、やっぱそういうのっていうのは多分にお母さんの影響かな。人とこうなんかワイワイするのが好きだって。まあ、その人見知りしないっていう性格がちっちゃい頃からそうなんだけど、それがやっぱずっと続いてると、だから飲み会って知らない人もいたりするじゃないですか。だから別にそういう人がいても全然平気っていうのはずっと染みついてるから、やっぱりそういう人がいっぱいいて楽しくしてるっていうのはずっと好きなんですよね。だから飲み会だけじゃなくてパーティーとか、あと運動会とか文化祭とか今までずっとやってきたものは全部好きですね。そうやって人が集まって何かをするっていう場所が。そう、なんか本当ちっちゃい時お笑いをやりたいとかっつって言ってて、それでそんな甘い世界じゃないよっつって、本当にやりたいんだったらいろいろこうどこの学校っていうか養成所に行ってとかっつって、そこを本当に調べて、本当にやりたいんだったら調べてやればいいじゃんとかって言ったんですけど、うん、まあ人見知りしないっていうのはありがたいかなって。でもなんか知らない人のところに行って何喋ってんだろうって心配なんですけど。いろんなこと喋ってますよ。いやもうなんかうちの恥さらしてんのかなとかっていうのを思いながら、まあでも本人が楽しいから行くんだろうし、嫌だったらきっと、うん、行かないから、まあその辺はいいんじゃないかな、楽しんで、うん、ここに今日はお父さんいないですけど、お父さんお母さんが大切にしてきてる、今まで大切にしてきた、まあ、小山家の信念というか、こんなことを常に心の中に留めてきたし、子供たちに伝えてきたことって何かあります？信念というか、うん、まあ家族はなるべく同じ時間を共有して、うん、いいも悪いも、うん、同じ時間を共有して理解し合って、まあそんな一般的だけど、うん、高め合えたらみたいな、いいなって思います。なかなかねそうもいかない時期もいろいろあるし、うん、でもやっぱりいざっていう時は家族かなって、なんか抽象的で、うん、なんだけど多分分かっ、さっきの私の兄弟じゃないけど、こう分かり合えてるかな、うん、どうかしら。まあ結局ずっと僕が生きてる限りはずっと迷惑をかけていくわけです。でだからって、まだこう生まれてきてきてごめんなさいとも思わないし、結局、うん、これから迷惑、これからも迷惑をかけるよとしか言えないから、それはでも僕が大人になったので、迷惑かけるだけじゃねダメなので、その迷惑をかける回数をなるべくどんどん少なく、ね、していきたいなと思います。その心配をかける回数を減らすのとは別に、安心はそれは僕だけじゃなくてどの家庭でも子供はそうだと思うんですけど、安心させたいじゃないですか。だから結婚とか離れ親元を離れるっていうのは、まあ、普通の家庭だったら当たり前じゃないですか、それって。だから別に普通の家庭じゃないけど、それができないとも言われて決まったわけじゃないので、それをするっていうのは考えてます。どうですか？なんかいつも言ってるんだけど、やっぱどうしても先に死んじゃうじゃないですか、うん、その後のことがもう心配で心配で、
自立してね、ちゃんと自分の稼ぎで食べていけるようになればいいんだけども、本当にそれがいつも心配で心配で。深山君、お母さんのこと大好きだと思うけどさ、その中でもお母さんの子が好きってどこ、一番好きなとこ。一番好きなとこ、パクいいね。今日の夕飯が肉になるかもしれないよ。自分がは何だろう、忘れてたこととかやってないことをずっと覚えててくれるとか、だからあれやってないこれやってないとか、結局は自分の欠けてる部分を補完してくれるところじゃないですかね。外で楽しくやってるって言ったら変なんだけども、まあ、お友達いっぱいいて羨ましいなっていう、なんかこう常にこういろんな人に囲まれて生きてるっていうか、いいなって思います。家で本当そんなに喋んないから、私が聞かないと答えないから、そういう感じだよね。なんか難しいわねどうしよう。まあ、いろんな世界で世界を知ることができたっていうか、下の子は普通の健常の子の世界ですし、まあ、障害を持った世界でいろいろこう楽しいです。楽しいって言ったら変なんだけど、こう、きっと毎日が充実 してたんだろうなってずっと。ちっちゃい時はすごい多分それなりに大変だったんだろうけど、まあ、周りに支えてもらいながら、家族とか地域に支えてもらいながら充実して、楽しかったです。もちろん普通の体に生まれてくれば普通の生活ができたかもしれないですけど、でも僕にとってそれがそれで面白いかどうかわからないけど、この体に生まれてくれば特別なことじゃないですか。特別な何かがあると思っているので、そしたらそれは楽しい、それはそれで楽しいから、まあだからこの体でも別にっていうか、この体で生まれてきたから特別なことがあるって思ってます。戻ってこれるところって言ったら変なんだけど、安心してよく寝れるところじゃないけど、なんか戻ってこれるところなんて説明したらいいのか。では帰る場所、最終的にたどり着く場所だと思ってます。まあ、それはだから毎日の通勤にして、家から出て家に帰るもそうだし、多分結婚して子供が、わかんないですけど子供ができたら子供の店に帰る場所だと思うし、まあそうですね、最終的に誰かがいる場所であって自分が帰る場所だと。Thank you.